9月19日火曜日、大津市議会で常任委員会が開かれ、各委員会に付託された議案の審査などが行われました。大津市議会の常任委員会は、条例の制定や改正などの議案を審査するほか、所管する部局の事務を調査するもので、総務、教育構成、生活産業、施設及び予算決算の5つの委員会が設置されています。この日、総務常任委員会では、インボイス制度の実施にかかる請願の審査のほか、統一地方選挙の結果分析と投票率向上に向けた取り組みについての調査、教育構成常任委員会では、地方独立行政法人私立大津市民病院中期計画の進捗状況についての報告、生活産業常任委員会では大河ドラマ光る君への放送を契機とした観光振興および疏水通船航路延伸便実証事業の取り組みについての報告、施設常任委員会では第2次大津市景観計画案作成についての調査などが行われました。委員会で審査された各議案及び請願については、9月28日木曜日に開かれる本会議で討論・採決が行われる予定です。